スティーブン・ヘールズは、イングランド共和国、ケントベイクスボーン出身の生理学者、科学者、物理学者、発明家。本職は牧師であった。動物の血液循環を研究し、血圧の測定器具を発明。自身が発明した、測定器で、動脈圧と生脈圧の直接測定に、初めて成功。また、1727年に表した、主張。 植物生理器学は植物生理学の先駆とされ、植物が空気から養分を吸収する考えを主張し、気体を採取するときに水上置換法を発明したことでも知られる。この水上置換法は後に、同国出身の科学者、ジョゼフ・ブラックやジョゼフ・プリーストリーラも用い、炭酸ガスや酸素を発見するきっかけを作った。鉱山や病院、 船舶などで用いられる換気装置を発明、事前活動家としても、急性アルコール中毒の危険性を主張した。1956年に、心臓カテーテル法に関する発見により、ノーベル生理学、医学賞を受賞した、西ドイツの医師ベルナー・フォルスマンは受賞スピーチの際に、動物に対する最初の心臓のカテーテル法を実施したのは、 スティーブン・ヘールズにあると発言したエピソードでも知られる。アメリカ植物生理学会が主催する植物、生理学の研究に優れた人物に贈られるスティーブン・ヘールズ賞にも名を残し、エゴノキ科の植物、ハレーシアにも名を残している。11世紀まで遡ることのできるケントの名家の出身で、父親はサーロバート・ヘールズである。 ケンブリッジ大学のコーパスクリスティカレッジで、聖職者になるための教育を受け、助祭となった。学問の分野で、ニュートンやウィリアムスチュークリの影響を受け、実験室を作り、物理学や科学、植物学、解剖学などの実験を行った。天文学のロジャーコーツやジョンビガーニの科学の講義を聞き、ジョンレイのために、植物採集に参加した。 1709年に、進学の学位を得て、ロンドンに近いテムズ川沿いのテディントンの司祭に、任じられ、終生その地で暮らした。小さな村の司祭の収入は少なかったが、実家からの十分な資金を得て暮らした。筋肉の働きの研究に続いて、動物を使って、動脈圧と生脈圧の直接測定に、初めて成功し、その結果を著書に表した。 1720年、馬の血管に器具を刺して、血液を圧力計に導き血圧を測定したとされる。植物生理学の分野の混圧の測定の実験や、公開時の換気システムの提案など、予防医学の分野でも先駆的な業績を挙げた。1718年に、王立協会のフェローに選出され、1739年に、 王立協会からコプリメダルを受賞したベジタブルスティティックスの総画。ありがとうございます。